岡ソフトバンクホークス対福岡ソフトバンクホークス。6回の裏ホークスの攻撃、バッターボックス内川、先ほどの打席はライトフライに倒れています。ホークス1点リードで迎える6回の攻撃です。西さん、まずはリードを広げていきたいですね。やっぱり中盤でどれだけリードできる。打ちました、いい当たりだ、レフト見送った、ソロホームランが出ました。見事なホームラン、白球が高々と舞い上がりました。センターオーバーでヒットになりました。バッターランナーは二塁まで進みました。バッターボックスには柳田が入っています。さあ得点圏には追加点となるランナーを置いています。まあ、この辺りで中押しできるとより戦いやすくなってきますよね。なるほど、そうですね。インサイド打った、抜けた、セカンドランナー帰れば追加点、セカンドランナーホームイン、ホークス追加点、3対。こうなって今日は見事な完封で白星を挙げました。